おはようございます、本日はですね今から、紅葉を見に行きたいなと思うんですが、実はですね今現在11時なんですけども、実は今日朝起きた時になんか夫婦喧嘩したんですよね。で、夫婦喧嘩というよりかは一方的に怒られてる状態なんですけど、サンドバッグ状態といいますか、ずっと怒られてる状態って、なんでかっていうと僕が朝寝坊したんですね。ほんならなんかもうグズグズ怒ってて、では最近ちょっと機嫌悪いねんなって言いながら、なんとか用意して、今は嫁が近所のクリーニング屋にクリーニング取りに行ってるので、その間にしれっと今撮影しております。なのでちょっとご機嫌斜めなので、今日の Vlog はどうなるか分かりませんけども、またね多分食べ物とかで機嫌が戻ってくれることを祈りながら、今日嵐山の方に行きたいって言ってたんで、また今日とかいう感じなんですけど、そういう嵐山はねこの動画で撮ったことないなっていうことで、僕らは何回も行ったことあるんですけど、撮ったことないですし、あとなんか昼にね美味しい鯛茶漬け屋さんがあるんですよね。だからそこにも行きたいなと思ってて、そこに行ったら多分機嫌治ると思うので、ちょっとしばらく嫁待ちたいなと思います。出た。はい、それでは無事嵐山の方に到着いたしました。めちゃくちゃ人が多くて駐車場も近くに停めれなかったんで、ちょっと歩いたところに停めましたけども、いやー綺麗ですよね、本当。人多かったね。多かった。鯛茶漬けのお店はとりあえず今からすぐに行って、でその後軽く散策するというような流れではよろしいですかね。はい、よろしいです。はい、では行きましょう。はい、鯛茶漬けの近くまで来ましたが、おっと並んでおりますね。じゃん。久々の鯛茶漬けということですが、気持ちはどうですか？ちょっとお腹いっぱいだけど楽しみ。これが結構上位の楽しみ。そうね、でも人力車も楽しみだよ。じゃあこの後、鯛茶漬けをまず楽しみたいなと思います。はい、お願いします。マイクに一言言うことある？マイクに一言、何を言えばいいんだろう。今の鯛茶漬けの気持ち。鯛茶漬けの気持ち、早く食らいたいぜ。はい、ということで食べてきましたが、どうでしたか？めちゃくちゃ美味しかった。よかった。しかも相席したね。そう、夫婦がな、ご夫婦がめちゃくちゃいい人で、70歳ぐらいのな。でも70、年齢で言うと70いってると思うけど、若々しかったね。おー、いい人やったな。いい出会いがあったということで、今からは風景を楽しもうか。はい、俺らも風景を楽しめるような大人になってきたよね。ね。ということで風景を楽しみます。はい、ということで、有名な橋の前ぐらいまで来ましたけどね。あそこ橋や。あそこの橋でちょっと川見て、でそこからちょっとどうする？乗っちゃう。特に今日はあれか、別にそんな食べるもんもないしな。あんまり食べ歩きしたくないんで。やっぱりマスクして。でお腹もいっぱいやし、ほんで。デザートくらい食べれるけどさ。まあ無理せんとき。やっぱマスクは外したくない。そうやろ。絶対外したくない。まあちょっと我慢だね今日は。はい、こういうところ大学に、ね、竹林みたいなところ、どこにあるの？これ多分人力車が連れててくれるよ。あ、そうなんや。言ったらこれ人力車が連れてってくれるよって偉そうに。だってそういうコースがあるじゃん、きっと。あ、そうなんや。まあ、連れてってもらいたいね。連れてもらおうか、ぜひとも。イケメンの人を捕まえて。イケメン人力車。俺は別に誰でもいいねんけど脚力ありそうな人の方がいい。まあ、確かに。足太い人とか、あと詳しい人がいいな。ああ、新人みたいな、まあ、ヘイって言ってる人あかん。あんまりあかん。いや別にいいんだけどさ、向こうもね運んでくれるのはありがたいし。それはそうやん。あ、近いですね、あの例のとこ。
か。あそこ恵比寿屋さんちゃう？嵐が入ってんの。これ恵比寿屋さん。お兄さん恵比寿屋さんですか。恵比寿屋。あ、よかったね。全員恵比寿屋。あ、そうなんだ。僕らしかいないんですよ。あ、そうなんだ。あります。じゃあ詳しそうやし、お兄さん。お願いします。嵐山っていうところは今いるところから一つに竹の名所であったりとか、はい、佐賀の言うてこっち山手がもみじの名所であるんですよ。はいはい。もみじのお寺紹介できる。で今年は海外の方がやっぱ少ないんで、はい、本来すごい人なんやけど結構見てるとやっぱ人ちょっと少ないし、そういう意味でもいいお寺、綺麗なお寺。うまいこと言うなもんで、手カードもできますって。ほんまに全然無理は言わへんけど、やっぱ1年で1回なんでこういう景色って。またうまいこと言うな。いやでもほんまにね、僕ほんま一押しとして言っていいんであれば、もう上若高所このお寺は絶対嵐山来たら行ってほしいお寺やと思うんですよ。アルコール。あ、はい。いいですか？このご時世。はい、すいません。失礼します。失礼します。はい、失礼します。人力車。あ、はい。先いいですか？はい。手元気をつけて。はい。こっち行ったらいいかな。はい。君。はい。ありがとうございます。エスコート。あ、ごめんなさい。さすがです。映像の方もばっかり。さすがです。これ下下げときましょうかね。あ、でもそっち見えなかったら別にそれは上げといてもいいですか。いいです。これ上げときます。いえいえ。よろしくお願いします。お願いします。お尻を深く後ろにかけて持たれててください。2時25分出発です。はい。よろしくお願いします。はい。今はおらいです。いきます。はい、行ってきます。久々の光景これ。うわー、すげえこの景色。はい、人力車越しの景色を初めて見たな、嵐山で。写真撮りながら行きますね。はい。行きます。水。はい、オッケー。あー、すごいな。うわー、気持ちいい。気持ちいいね。うわ、ここを人力車で通るとめちゃくちゃ迷惑やな。ね、迷惑やね。ごめんなさいだね。いいんかな。じゃあ、前から人力車、失礼いたします。すごい。ここ前さ、来られへんかったもんな、うん、なんかすごい静かだね。うん、行きますよ。はい、はい、こんにちは。こんにちは。行きます。はい、え、ここ通るんだ。安全のためにできた道。え、僕らだけ通る道。そういうこと。すげえやん。いいわ、見て。あ、涼しい。ここが最高でしたね。ねえ、人気スポットですね。佐賀野というエリアです。この嵐の世界でかっこいい。ただもみじもみじ見てください。小倉。あ、さすが。あんこ発祥っす。え、どこ、学校がですか。ここ平安時代、弘法大師空海ってお坊さんが持ち帰った小豆の種をこの小倉山、中国から持ち帰ってるぞ。その種を小倉山の麓で育て上げて、育てたものと砂糖を混ぜて作ったのが甘いあんこ。小倉山でできたんで、小倉大納言小豆っていうのがここ発祥の地。そこの二尊院さんの中、小倉大納言小豆のぜんざいとかやってくれはるんで、うん、それ食べて。中国本場じゃん。食べるのもめっちゃ興味あるよ。粒あん、めっちゃうまいです。行きそうやな、これ終わってから食べたい。いや、行ってほしい、行ってほしい。へー、そうなんだ。ただね、お寺がやってはるんで、休みの時でも結構よく。あ、そうなんだ。はい、ということでどうでしたか。久々の恵比寿屋。いや、すごい、お兄さんがめちゃくちゃ健康に健康だった。いい人やったな。うん、渋い感じだったな、うん。うわ、綺麗やわ。上弱工事。あの、いっぱい写真もと、あの、撮ってもらったりしたんで、それもあの、載せときます。じゃん。いるよ。でも、いっぱい撮ってもらったな。いっぱい撮ってもらった。やっぱなんかプロでは、プロっていうか、おじいさん上手よね。うん。研修受けてんねや、多分。あ、そういう？うん。麺類売り切れましたって。人気やね。人気やね。みんな、いいよ。
で写真撮んねん普通は。どう？ちょっともうちょっと目笑ってくんないかな。誰？君目死んでるんですけど。ごめんごめん。ちょっと笑ってくんない？いやもうちょっと写真疲れ出したからさ。いやそうだけどさ。うん。もういっぱい撮ったから椅子マックス撮ればいいか分からへん。いつでもだよ。無理よそれは。おお。うわすげえな。あ、京都タワー見えるとか言ってたやん。言ってた。あらまあ、この上もや。黄色になってる。せっかくこの肉眼で綺麗な感じをさ。ここでコンコンってやるんだ。面白いじゃん。あ、バリバリ割れていく。はい、どうぞ。うん、食べる、うん、いけいけ、そのままガブッと、うん、あ、濃厚やな、うんうんうん、はい、というはい、ということではい、ということで、無事紅葉が終わりました。どうでしたか？すごい綺麗、なんかあの最後ね人力車のお兄さんがおすすめしてくれたお寺、うん、あすごい良かったね。今まで見た紅葉の中でもあのベストワンです。ナンバーワン、ナンバーワン、ベストワン。なんていうところやったっけあそこ。忘れたな。いや、わかるよ。ジョジャ工事、そんな感じのところやな。はい、という感じで良かったなと思います。あのほんまやったらもうちょっと清水とかの方も行けたらいいなとか言ってたけど、この後実はちょっと予定があって友達とご飯行くのでもう帰らんとあかんねんな大阪に、うん、そうなんですよ、ね、はい、ということで、いろいろ楽しい思い出でしたね。楽しい思い出だったね。はい、では年に1回出してる紅葉デートですね、これで今年は終わりたいなと思います。また来年紅葉デートでお会いしましょうか。はい、次はあなたの県行くかもしれませんね。そうね、あ、ちゃうの、またどっかの県行こうな。うん、バレちゃうじゃん。そっか、はい、ということで、またどっかでお会いしましょう。ではさようなら。ペコリ。